こんにちは。私はコーデリア、そしてあなたでもあるわ。そう、あなたは私。それは違うわね。あなたは私の入れ物であって、あなたではないの。私はずっとあなたの覚醒を待っていたの。あなたの体を私のものとする日が来るのをね。でも、こうしてようやく表に出てこられるようになった。ライトのおかげね。そうね、もう少し分かりやすく言いましょう。私はあなたの心臓。もっときちんと言うなら、私は殺されて心臓だけの状態になって、あなたの体に埋め込まれたの。あなたがまだ生まれたばかりの頃にね。覚えがないのは仕方がないわ。あなたは幼い頃一度死んで、私の心臓を移されることにより生きながらえたんだから。私は誰？愚問ね。まあでもいいわ。私はコーデリア、魔王ブライの娘にしてカール・ハインツの妻。そして私はあなた。あなたの体に潜みチャンスを伺い続けてようやくここまで来たわ。今のところ全ては私の思い通り。さあ早くあなたのその体私にちょうだい。そしたら私すぐにでもあの人に会いに行くわ。あの人、カール・ハインツに。どうしたの、ビッチちゃん。汗びっしょり。悪い夢でも見たのかな。様子が変だね。どうかした？なんで、その名前を。おい、見かけた？どこで？どこで見た？想像しいですね。何喧嘩なんてしてるんですか。焼き払いますよ。カナト君、なんだい。コーデリアだったら僕の、僕らの母です。魔王ブライの娘にしてヴァンパイアの血も引く女性。もう死んでますけど。余計なことは言わなくていいよ。
何かバラされてまずいことでもあるんですか？例えば、コーデリアを殺したのは僕らだとか。別に、ただそれだけのことですよ。余計なことを。ビッチちゃん、これで気が済んだ。コーデリアは僕らの母親さ。え？ビッチちゃん、その話か。どうして殺したかね。強いて言うなら、憎くて愛しかったからさ。僕だけのものにしたかったんだ。でも殺しちゃってから気づいた。僕にとってあの人がたまらなく眩しかったのは、他人のものだったからだ。あの人が誰かのものであることを思い知らされれば知らされるほどに、それに気がつかずに僕は彼女を突き落とした。今考えれば僕が愚かだったね。そしてそんな感情を僕に理解させてくれたのはビッチちゃん。ビッチちゃん、いつもの発作？助けるって言ったって、僕はお医者じゃないんだよ。落ち着いた？そう、人間って大変だね。病気とか怪我とかであっという間に命を落としちゃうし。まあもっとも、覚醒しつつある君はそう簡単に死なないだろうけどね。人間である君を抱けるのもあと少し。そう思うとなんだか寂しい気がするな。はあ、実に。吸わせてよ。君がハーハー言ってたせいで僕まで興奮してきちゃったんだ。どこがいい？なんだか投げやりだね。でもまあ今はそれをからかってる余裕もない。じゃあ今日はこの柔らかな太ももからにしようかな。そうだよ、やっぱり君の血は他の誰にも似てない味をしてる。
あら、私は痛いのも好きよ。誰と喋ってやがんだ。よっと、よし、捕まえたぜ。聞いたんだよ、お前がそろそろ覚醒するって話をよ。だからさ、ちょっとばかし味見ってやつ、半分人間で半分ヴァンパイア、そいつの味はどんなもんかねってさ。無駄だっつうの、鍵はここ。こいつがない限り外れねえよ。ま、もっとも手首でも落とせば話は別だろうが。待てよ、父なし、慌てんなって。ち、ま、確かにそうだな。けど女ってのは優しくされる方がいいんじゃねえの。今は違うのか。まあいいや、そこまであいつに調教されてんなら別にもったいぶらなくてもいいだろ。やらせろよ。んだよ、ミサを立ててんのか。だとすればあいつには意味ない行為だぜ。あいつはな、女がひどくされればされるほど興奮する神聖の変態だぜ。本当は興味あるんだろ。あいつしか知らないなんてちょっと損してるって思わねえ。他の奴らの牙はどんな感じなのか。そういうの味わいたくなるのが人間だろ。へえ、抜け駆けとはいい度胸じゃないの、アヤト君。あ、早くね。この子はね、匂いがちょっと特殊だからさ。そういえばこの匂い、どこかで。ああ、あのアバズレか。やっぱり、アヤト君もそう思うんだ。間違いねえよ、この匂い。つうか、どうして父なしがこんな匂いさせてやがる。さあね。っていうかさ、アヤト君、この子に何する気だったんだよ。なぶり殺しにするよ。へっ、とかなんとか言って父なしに特別に構う気持ちなんてないくせに。そんなこと、いつ言った？ビッチちゃんには何度も言ったけど、この子は僕のものだ。特に兄弟たちに下げ渡す気はないね。はあ、なるほどな。つまりはお前にも欲が出てきたってわけだな。こいつを覚醒させ自分の花嫁にすれば、この家はお前のもんだ。ま、それが狙いかもしれないね。面倒だって言ってやがったのに、吹いてやがったんだな。ああ、興ざめだ。アバズレの匂いさせてやがる父なしなんて、
アヤト君。え？なんだ？ねえ、ビッチちゃんで少し遊んでみる？ああ、さっき嫌だって言ったくせに、どういう風の吹き回しだ。ビッチちゃんは黙ってて気が変わったんだよ。少し試したくもあるし。バカ言うな。でもまあ面白そうだな。いい暇つぶしにはなりそうだ。ビッチちゃん、僕の命令だよ。イライラする。余計にひどくしてやりたくなるな。ビッチちゃん、もうちょっと哀れを誘うように言わないと。おとなしくしろっての。もう逃げられねえのはわかるだろう。お前ずいぶんライトに入れ上げてんだな。ライトもうまいことやりやがって。ビッチちゃん、今から何されるかよーく見ておくんだよ。行くぞ。ズブリとアヤトの牙が突き刺さってる。ビッチちゃんの血が吸われてる。悪くねえぜ。お前結構いい線いってんじゃん。めったにない味がするぜ。ビッチちゃん、気持ちがいいんだね。僕以外の男に牙を立てられて。君は本当にアバズレだな。うまい。もっと吸わせろよ。いいよ、好きにしたらいいさ。そう来なくちゃな。ビッチちゃん、これが終わったらお仕置きだよ。たっぷりね。だから我慢しなよ。
想像しい。聞きたくなくとも、そんなに大声で喋られていては耳に入ってくるというものですよ。まあ、覚醒前の身になら何が起こっても不思議ではないですがね。何でしょうか。何をバカバカしい。そんなものは簡単なことですよ。心臓を一突きにすればいい。つまりあなたはヴァンパイアを殺す方法を探している、そういうことでしょうか。だとすれば、それはあの三つ子に聞けばいいのではないでしょうか。何せ彼らは同族殺しなのだからね。詳しいことは知りませんよ。風の噂で彼女があの兄弟に惨殺されたと聞きました。まあちょっとやそっとのことでは死なないのは確かでしょうね。あなたの父君がそれを生業にされているくらいですから。まあもっとも、もう一つの方法があるといえばありますが、哀れなあなたに免じて教えてあげましょうか。さあ手を出して。そうですね、お守りだとでも言っておきましょう。このロッ、それをヴァンパイアに飲ませればいい。個人的な趣味とでも言いますか、私の研究の成果ですよ。人間には作れない代物です。さあ気まぐれだとでも思ってください。死ぬ気？ライトのことを愛してるんでしょ？もう二度と会えなくなるわよ。私が実体を持たないからっていい気になるんじゃないよ。こんなところで何やってるのさ。まさか野外プレイ？顔が真っ赤だよ。悪い飲み物でも飲んだの？え？ビンゴだった？どうしたの？そんなに震えて。うん？その様子、本当に何か飲んだんだね。うん？これ、レイジのロケットだね。催飲剤よね。ビッチちゃん、こんなものもらってどうするつもりだったのかな？
言いたくないなら、こうして。このまま噛んじゃってもいいんだけどな。そういう口を聞くと、ますますあの人に似てる気がするね。もっと罵られたい気分だよ。僕をこんな気持ちにさせるなんて、君は本当にいけない子だな。さあおとなしくして。暴れると余計に感じちゃうでしょ。おかしくなっちゃっていいんだよ。汗が一気に噴き出してきた。それに伴って、ダメ、もっとするから。ねえビッチちゃん、なんでレイジから薬をもらったの？ん？死ぬだって？ビッチちゃんってば、死にたいのなら僕に言えばよかったのに。いいよ、殺してあげるよ、この手でね。本当だよ、僕の可愛いビッチちゃん。君を殺すのは毒やナイフじゃない、僕の手だからね。約束だよ。